ブラジルの歴史は、約8000年ほど前、最初のアメリカ大陸戦住民の移住者が、現在のブラジルに定住した頃に遡る。文書記録を伴う歴史は1500年の、ポルトガル人の来航をもって始まる。以後の歴史は、ポルトガル領ブラジル植民地及びポルトガルブラジル、及びアルガルベ連合王国時代、ポルトガルのブラガンサ王室皇太子を皇帝に、 衰退して独立した、帝政時代、帝政を打倒した、共和制時代に大別される。1532年、サンビセンテとピラチニンガに、初めて高級的な入植地が築かれた。16世紀から18世紀にかけてブラジルは、ポルトガルの植民地であり、発見初期には、ブラジルの木、後には、沿岸部のプランテーションでの砂糖キビの生産や 内陸部での黄金採掘が主な産業であった。この時期に沿岸部のインディオはほぼ絶滅し、労働力として大量の奴隷がアフリカから連行された。1822年9月7日にブラジルはポルトガルからの独立を宣言し、立憲君主制を取るブラジル帝国が成立した。ポルトガル王室に連なるこの国家は、 軍事クーデターにより1889年11月15日に共和制に移行し、1891年に共和国憲法を発布した。以後ブラジルは現在に至るまで法律上は民主主義国家であるが3度にわたる独裁政治政権を経験している。ブラジルのインディオ。現在のブラジルの地に人間が居住したのはアジアから ベーリング海峡を渡った人々が、紀元前8000年頃に、現在のブラジルに到達したのが、最古のものであると確認されている。1492年のクリストヴァン・コロンボの、アメリカ大陸到達以前において、現在のブラジルに相当する地域には、遠く離れたタワンティンスユの権威は及ばず、この地には、原始的な農耕を営むトゥピ族、グアラニー族、 アラワク族系の後にヨーロッパ人によってインディオと名付けられる人々が暮らしていた。一般に先住民は原始共同体の下で生活していた。ポルトガル人到来直前の時点でこうした先住民の人口は沿岸部だけで100万人から200万人と推定されている。ブラジルの発見者ペドロ・アルバレス・カブラル。1500年4月22日。 インド洋に向かっていた、ポルトガルのペドロ・アルバレス・カブラルの船団は、未知の陸地に漂着し、これを、ベラクルス島と名付けた。カブラルが上陸したのは、現在のバイア南部のポルト・セグロだとされている。サルとオムしかいなかった。この地は、トルデシリアス条約に基づいて、ポルトガルに帰属することとされたものの、その後しばらくは、開発が進むことはなかった。 1503年にヨーロッパで需要のあった赤い染料、ブラジリンを抽出できるパウ・ブラジルが王室潜培とされ、新キリスト教徒のフェルナンデ・ロローニアに潜培権が与えられた。ポルトガル人は沿岸部に召喚を建設し、1504年には貴金属を求めて初の内陸部への奥地探検を行った。ブラジルにはすでに インディオと呼ばれることになる多くの人々が居住しており、現在ブラジル人であるとされるこれらの人々の歴史は、ポルトガル人の到来以前から始まっていたが、ブラジルの歴史は、ポルトガル人の到来によって大きく変わった。歴史上初めて、ブラジル人と呼ばれることになったのは、このパウ・ブラジルの貿易に関わる商人たちだったので、ある。このように、当初ポルトガル人は、 インディオとのパウ・ブラジル貿易のみを行っていたため、入植も貿易拠点となるフェイトリアの建設が主だったが、16世紀前半には、早くも沿岸部のパウ・ブラジルが枯渇した。パウ・ブラジルの枯渇後、ポルトガル人は、パウ・ブラジルの伐採から貴金属の採掘に、ブラジル植民地の目的を変え、1532年には、南西のパラグアイや西のペルー方面に存在すると、 考えられた鉱山を探すために、ブラジルで初めてサンビセンテとピラチニンガの二つの町が建設された。1494年6月7日に締結されたトルデシリアス条約によるスペインとポルトガルによる新世界の分割を認めない立場から、フランス人がブラジルに侵入してくると、1534年にポルトガル王ジョアン三世はブラジルにカピタニア製を導入し、 15の世襲制カピタニアに分割された。カピタニア制の下でセズマリアの集中からラティフンディウムが生まれたが民間人に開発を任せるカピタニア制は2つのカピタニアを除いて失敗に終わり1549年に総督制が導入された。フランスの新入植民地時代初期の地図。初代総督トメデ・ソーザとインディオ。 1549年に、バロワーサ、フランス王国の侵入に対処するために、ポルトガル王室は、バイアのサルバドールに、総督府を置き、初代総督には、止めで総座が任命された。これにより、ブラジルの開発は、第3段階に入った。しかし、フランス人の侵入は止まらず、1556年に、フランスの新教とユグノーたちが、 現在のグアナバラ湾周辺に南極フランスを建設した。フランス人は定着を望んだが、フランス本国の内乱画もあって、ポルトガル人とインディオの同盟に敗れ、1567年に南極フランスはポルトガル領に編入された。その後もフランス人は1612年にマラニョンにサンルイスを建設して、赤道フランスを築いたが、赤道フランスも3年で、 ポルトガルに編入された。パウ・ブラジルの枯渇後に商品として注目されたのは、鉱物の他には砂糖だった。1516年に、マデーラ諸島からペルナンブーコに移植された、砂糖キビ栽培は、1533年に、初のエンジェニョが建設されたことを境に、エンジェニョでの黒人とインディオを利用した、奴隷労働により北東部で栄え、一気に主要産業となっていった。 こうした奴隷は、アフリカからの黒人奴隷の連行と、インディオを捕獲することで賄われたが、次第に、インディオの数が足りなくなると、エントラーダは、奥地に遠征し、奴隷狩りを行うようになった。イエズス会の修道士は、アメリカ大陸でのカトリックの布教を、特に現在のパラグアイ、アルゼンチン北東部、ボリビア東部、ウルグアイ、ブラジル南部に居住する、 グワラニー族に対して言ったが、1560年に創設されたサンパウロでピラチニンガに居住するパウリスタスのエントラーダーであるバンデーランテスは、好んでイエズス海の不況村を襲い、多くのトゥピグワラニー系インディオを奴隷として売却した。バンデーランテスの活動地はパラグアイにまで及んだ。また、砂糖プランテーションの労働力がインディオの奴隷だけでは足りなくなると、 ポルトガル人はすでに15世紀から、マデーラ諸島で行っていたように、西アフリカのセネガンビアや黄金海岸や奴隷海岸、及びアフリカ中部のコンゴ、アンゴラ、さらには、東アフリカのモサンビークから、マンディンゴ人、ハウサ人、アシャンティ人、ヨルバ人、フォン人、コンゴ人、キンブンド人、オビンブンド人など、多種多様なアフリカの人々を奴隷として、ブラジルに連行した。 また、こうしてトライした、ポルトガル人の多くは、インディオや黒人と、性交渉を持ち、村ラートと呼ばれる多くの根血者が生まれることになった。こうしてブラジルは、他のポルトガル領の植民地であるゴアやマカオとは、異なった、商品作物の生産を軸とする、開発型植民地となった。しかし、植民地であるがゆえ本国と競合する産品の、生産や、 自律的な工業化は許されず、重商主義的な本国経済を補完するための、極めて歪なモノカルチャー経済が成立することになった。さらに、ブラジルやポルトガルの商人は、奴隷貿易で莫大な利益を上げていたが、このようにして成立した経済構造においてその富はブラジルには、還流されなかった。こうして、 植民地期のブラジル経済はポルトガルへの従属経済となり、これ以降19世紀末までブラジルの経済は外国市場と結びついた奴隷制プランテーション農業に規定されることになった。この時期にはエンジェニョと農村が発展し、都市の開発はイスパのアメリカ植民地に比べると遅れたが、わずかな都市にはポルトガルからの新キリスト教徒が多く住み着いた。 17世紀前半には、サトウキビ農園は、現在のパライバ州から、セルジペ州までの沿岸地帯一帯に拡大し、この援助にを基盤とする、経済構造は、イスパのアメリカ諸国の文化が、都市的であることに比べて、ブラジルの文化が、農村的であることに、大きな影響を与えている。サトウキビ産業とともに、牧畜も開始された。北部、中央部の牧民は、 バケーロと呼ばれたが、現在のリオグランデドスル州のような最南部の、牧民は、スペイン、ラプラタ地域の影響を受け、ガウーショーと呼ばれるようになった。1580年に、スペインハプスブルク町のフェリペ2世の王冠の下で、ポルトガルがスペインと合同した頃、スペインからの独立をめぐって、戦いを続けていた、メーデルラントのユトレヒト同盟が1581年に、 ネーデルラント連邦共和国として独立を宣言し、この対立の構図を引き継いで、オランダ人が新たにハプスブルク帝国領となったブラジルに侵入した。イエズス会のサンミゲルダス・ミソヌイス伝道所の遺跡。1609年にスペイン・オランダ両国間に12年間の休戦条約が結ばれたものの、条約が執行した後の1621年に、オランダ人は、 アフリカと南北アメリカ大陸の貿易、征服を行うことを目的としたオランダ西インド会社を設立した。1624年にはピートヘイン率いるオランダ西インド会社軍が北東部のサルバドールを占領した。多くがカトリック教徒だったブラジル人はプロテスタントのオランダ人の支配を受け入れずにゲリラ的な抵抗を続け、一度は オランダ人をサルバドールから追いやったものの、1630年には、西インド会社の攻撃によって、オリンダとレシーフェが占領され、オランダ領ブラジルが形成された。オランダ西インド会社の活動は南米のみに限定されず、カリブ海でスペイン戦に対する攻撃を加え続けた後、1631年には、会社によって、北米にニューアムステルダムが建設された。 広告成立議論ボ、ドス・パルマーレスの征服者、ドミンゴス・ジョルジベイリョ。オランダ人の支配は1637年から1644年にかけて着任した総督ヨハン・マウリッツ・ファン・ナッサウ・ハクの時代に、ブラジルの大土地所有者がオランダを支持したがために安定した。1640年に、ポルトガルがスペインから再独立すると、ジョアン・ヨンセイは、 オランダ本国と和平協定を結んだが、オランダ日進路会社はブラジルから撤退しなかった。ブラジル人もイエズス会のアントニオ・ビエイラの指導のもとにオランダへの抵抗を続けた。こうした中でオランダへの抵抗を続けるブラジル人のためにジョアン・四世は1646年にブラジルをブラジル公国に昇格し、以後ポルトガル王大使はブラジル公を名乗ることになった。 最終的に、オランダ人が、ブラジル人に敗れて撤退したのはポルトガルが再び、独立してから14年経った1654年になってからだった。1661年に、ハーグ講和条約が結ばれ、オランダは400万クルザードの賠償金と引き換えに、ポルトガルのポルトガル領アンゴラ領有を認めるとともに、オランダ領ブラジルをポルトガルに割上した。 逃亡集落の拡大、全人種の黒き指導者パルマーレスの準備の共造。ポルトガル人によって、主にポルトガル領アンゴラからブラジルへ、多くの黒人が奴隷として連行されていたが、奴隷たちはただ服従して過ごしたわけではなかった。奴隷たちの抵抗は、宗教儀式や自殺、堕退、不服従などの形で絶え間なく続けられた。より直接的な形として、 脱走や反乱も行われ、16世紀から17世紀にかけては、マルーンとインディオの共存するキロンボが、内陸部の奥地に多数生まれた。キロンボは、アンゴラジャンガとも呼ばれていたが、逃亡奴隷によって建設された、この国家はいくつかの面で、当時のアフリカの王国と酷似していた。その中でも、アラゴアスの山中に位置し、2万の人口を要した、最大のキロンボ。 ドス・パルマーレスは、黒人だけでなく、白人やインディオを含むすべての人種を受け入れて、発展し、プランテーション農業のために沿岸部では、帰り見られなかった、食料生産が奨励され、ブラジルで、最も生産物の多様性が確保された地域となり、ポルトガル人の集落との交易も行われた。指導者のパルマーレスの準備は、幾度も、 再征服を試みたバンデエランテスの攻撃を知り添けた。1695年のパルマーレスの戦いでは、ドミンゴス・ジョルジ・ベリを率いるパウリスタを中心とした8000人のポルトガル軍の総力を挙げた攻撃により、キロンボ・ドス・パルマーレスは征服され滅亡した。キロンボ・ドス・パルマーレスの滅亡とともに自由な黒人の支配する空間はブラジルから失われたが、 キロンボ、ドス・パルマーレスとズンビは、現在もアフリカ系ブラジル人の誇りとなっている。サンパウロから出発したパウリスタのエントラーダ、つまりバンベエランテスは、このように、インディオを奴隷化し、黒人奴隷のキロンボを征服していったが、それと同時に、パウリスタはその事業の過程でブラジルを探検、開拓した。クリチバやパラナグア、ノッサ・セニョーラドでステイロといった都市は、 バンデーランテスの探検によって建設されたものである。1750年にブラジルがトルデシリアス条約で定められたスペインとの国境を超えてアマゾン地域の領有を認められたのはこの探検隊によるアマゾン地帯の征服の規制事実化によるものだった。ブラジルの領土拡張を試みたポルトガルは 密貿易による南のブエノスアイレス市場への参入を望んだために1680年にトルデシリアス条約の境界線を越えてラプラタ川、川口にコロニアドサクラメントを建設し、このコロニア建設がきっかけとなってブエノスアイレスのスペイン植民地政府との長い戦いが始まった。右曲折を経てコロニアはブラジルとラプラタ地域の間の密輸の拠点として栄え、 最終的に1750年のマドリード条約によってコロニアはスペインに割用されたが、大体としてポルトガルはバンディランテスの探検によってなされた実効支配の既成事実に基づいてアマゾン川奥地の国境を大幅に精神させた。ブラジル最初のミサビトルメーレレスが、文化面では発見後インディオの文化が駆逐された後、ポルトガル人による支配のもとに、 インディオや連行されたアフリカ人を交えて成立したブラジル植民地では、彼らの文化と支配者であるポルトガル人の文化が融合し、独自の文化が育まれることになった。コロンブス交換によって、ヨーロッパからブラジルには、家畜、植物、薬病に加えて、キリスト教、カトリック、西洋哲学、法制度、建築、そしてヨーロッパ人そのものが持ち込まれ、 アフリカからブラジルには、アフリカ伝統宗教、イスラーム教、太鼓、音楽、舞踊、食文化などがもたらされ、特に南東部では、金文土語、北東部では、ヨルバ語からもたらされた、アフリカの言語の語彙や発音は、後のブラジル・ポルトガル語の成立に影響を与えた。ブラジルからアフリカには、マニオクなどの作物がもたらされた。インディオの文化も、作物の利用や、 食文化などで、ブラジル文化に大きな影響を与えた。文学においては、発見以前から存在していたインディオの交渉文芸を除いた文字によるブラジルの文学は、ブラジル文学の祖とみなされるペロバスでカミーニャが、ブラジルの発見をポルトガルに報告したカミーニャの書簡によって始まったとされるが、この時期は記録文学の域を超える発達を見せなかったと言える。 16世紀の文学においては、ジョゼデ・アンシエッタや、マヌエル・ダ・ノブレがブラジル文学史のネルソン・ベルネッキ・ソドレーなど、イエズ・スカイ氏の活躍が特徴となった。17世紀に入ると文学にもバロック様式がもたらされ、イエズ・スカイ氏で詩人でもあったアントニオ・ビエーラや、地獄の口とあだ名された絶法で、ブラジル社会を批判した詩人グレゴリオでマトスゲーラ。 パルナソスさんの音楽のマヌエル・ボテイリョでオリベイラが活動した。この時期のブラジルの文化は特に知識人のものにおいてはヨーロッパ人の方法でなされたものであり、18世紀後半までブラジル人による自律的な国民文化は生まれなかった。言語においてはインディオの初語は征服された後も完全にはポルトガル語にはとって変わられず、 トゥピケーの言語を基盤にポルトガル語が融合したリングは、ジェラールが共通語として18世紀半ばまで用いられることになった。生活面においては、発見後、ポルトガル人とインディオ、黒人は、根欠を繰り返し、マメルーコやムラート、カフーゾなどの根欠者層が誕生し、現在まで続く、根欠社会ブラジルの基礎が完成した。 植民地時代を通して都市は貧弱だったため、後にジルベルト・フレーレが表したように、農村部で相互に独立した社会となった大邸宅と奴隷小屋が植民地時代初期のブラジルの基礎的な社会空間となった。そこでは、イベリア半島と同様に家父長による先制的な家族支配が続き、特に女子は12歳から14歳までが結婚的霊気とみなされ、 女性は結婚後も自由な外出を制限されるなど、厳しい統制が続いた。カフチョはジョドレートの性的交渉を妻にはばかる、ことなく、行い、多くの根結の私生児が生まれた。ブラジルにおいては、人種間の対立は、支配層も含めた白人が、アフリカ伝来の宗教や料理、音楽、舞踊を好んで受け入れたこともあり、緩和される傾向にあったが、 白人優位の人種主義は存在し、総じて非支配者となった、有色人や女性の生活は貧しく、特に有色人には、厳しい奴隷労働が課れることになった。この状態から発したブラジル社会における、有色人や女性の地位の低さは、現在にまで続く問題となって、ブラジル社会に爪痕を残している。 ゴールドラッシュにより栄え、王子のミナスバロック式建築物が残るオーロップレッド。黄金ブームは流出先のイギリスを飛ませたが、ブラジル人やポルトガル人の大多数を豊かにはしなかった。ミナスの鉱山における労働の様子。17世紀後半までに砂糖の価格は下落し、工業開発に迫られたポルトガル政府は、 ブラジルのイギリスへの従属によって生じた負債を、ブラジルからの収奪によって補うために、またイスパのアメリカのポトシ鉱山の衰退を後期と捉え、鉱物資源、特に黄金の探査を始めた。1693年から1695年にかけて、サンパウロから探検を行っていたバンデエランテスが、ミナスジェライスで金鉱脈を発見すると、 ゴールドラッシュが起こり、すでに開発されていた。北東部からも多くの人々が移住して、金採掘に当たった。これにより、ブラジルの重要性は増し、1720年には、総督の故障が複応となった。さらに1729年には、ミナス・ジェライスのセロド、フリオ地方で、ダイヤモンドが発見された。この金とダイヤモンドの発見により、南部の開発が進み、 ブラジルの中心が北から南に移動した。1711年に建設されたビラリカでオーロ、プレットは黄金のポトシと呼ばれて、ミナスジェライスの中心となり、独自のバロック文化が栄えた。一方でこのゴールドラッシュにより、多数の労働力が必要とされたために、ブラジルのインディオは奴隷化されて酷使され、それでも労働力が足りなかったために、 多くの黒人奴隷がアフリカから連行され、悲惨な生活が続いた。18世紀中には、一攫千金を求めて、約30万人のポルトガル人がブラジルに移住した。ミナスで黄金が発見されたことは、それまで孤立しまとまりを持たなかった、ブラジル国内に、ミナスを中心として、国内各地を結ぶ、原所的な市場を形成することを助け、後に、 ブラジルが一体性を持ったまとまりとなることを可能にした。ブラジル経済の中心地となったミナスでは起業家によって繊維産業が発達するなど産業が発達し弱体ながらそれまで存在しなかった中間層が生まれ無政府状態に近い状態でありながらも反面実力本位の社会が形成された。ミナスの黒人も奴隷として従属していただけではなく 解放を勝ち取った、シッカダ・シルバや、シッコレーのような伝説的な人物も現れた。こうした中で、1703年にイギリスとポルトガルの間に結ばれたメシュエン条約により、イギリス市場にポルトガルのワインを輸出する権利と引き換えに、ポルトガル本国市場にイギリス製の綿織物が独占的に流入し、ポルトガル本国でのマニュファクチュアが壊滅した。 ポルトガルの思考業壊滅は、結果的に、ブラジルのマニュファクチュアまでもを締め付け、ポルトガル本国に輸出された、ミナスの黄金はそのまま、イギリスに流出することになった。こうして流出した金が、イギリスの資本の本源的蓄積過程の強化の一環を担い、イギリス産業革命を強化した要因の一つとなった。その後、啓蒙先制主義的改革を行った。 ポンバル校が失脚し、反動的なマリア一世が即位すると、それまで小規模ながら栄えていた造船などのブラジルの工業は1785年に発布された植民地での工業の禁止を命じる直令によって、小規模な製鉄業や織物工業のような例外を残して壊滅した。新キリスト教徒への迫害1707年に、ブラジルの異端審問書による新キリスト教徒への 迫害が始まった。1710年に、ペルナンブーコで、マスカッテ戦争が勃発した。イエズスカイ追放1750年に、ジョゼ一世によって任命された、ポンバルコーの重症主義改革により、インディオの奴隷化禁止、世襲制カピタニアと1774年のマラニオン、総督領の廃止、人頭税の廃止、財政改革、イエズスカの追放と、 ポルトガル語普及運動、1772年のコインブラ大学の改革などとともに、ブラジル経済の重心の北から南への移動を反映し、1763年に、ブラジルの首都はサルバドールからミナスジェライスの外交だったリオデジャネイロに移動した。また、1750年に、フランス領ギアナからコーヒーがもたらされた。 ポンバル工は砂糖やタバコなどの伝統産業とともに、コーヒーや、綿花などの商品作物の栽培に力を入れ、ブラジルの農業は、ゴールドラッシュ以来の衰退から立ち直ることになり、さらには、綿織物や製鉄業など一部の工業も成長した。しかし、イエズスカ追放によって、それまで、イエズスカイに担われていた、初等教育が崩壊し、改革の時代に、 ブラジルの教育は衰退することになった。スペイン勢力との抗争一方南部では18世紀を通してブエノスワイレスを拠点とするスペイン勢力との抗争が続いた。1756年に始まったグアラニー戦争と7年戦争によりマドリード条約は間もなく破棄されるがその後スペインの勢力は現在のブラジル南部 サンタカタリーナ州のサンタカタリーナ島にまで拡大したため1777年のサンイルデフォンソ条約によってポルトガルはサンタカタリーナ島以南からのスペインの撤退と引き換えにコロニアを含むバンダオリエンタル全域の領有の承認を認めることになったミナスの陰謀このブラジル発の独立運動でべての罪を被って処刑されたチラデンテスは現在でも ブラジルの国民的英雄となっている。その後、植民地人たちはポンバル校の改革による、本国からの統制協会の反発と、アメリカ合衆国の独立やフランス革命、ハイチ革命に影響を受け、次第に、ブラジルの独立と共和制導入を考えるようになっていった。1789年には、ブラジル初の独立運動となった。 ミナスの陰謀が密告によって発覚し、1792年に、首謀者の一人だったチラデンテスが処刑された。1798年には、フランス領サンドまでの黒人暴動の噂に影響を受け、サルバドールで、村トの大工、石膏、仕立屋たちによる、バイヤの陰謀が勃発し、共和制の樹立や、奴隷制の廃止を訴えたものの、政府軍によって鎮圧され、 首謀者はアフリカに追放された。これらの独立運動の意義は決して小さくはなかったものの、ブラジルがイスパのアメリカ植民地やフランス領サンド間に比べて大学等の高等学問機関が存在しないことに象徴されるように、ルソー等の自由主義思想を摂取するための知的環境が整っていなかったために、この時期の独立運動は一部の知識人や、 愛国者による陰謀にとどまり、大衆的な革命となる基盤を持たなかった。このことは、ハイチやイスパのアメリカ諸国とブラジルの独立の形態の大きな差となって現れることになった。アレージャジーニョの作品の一つ、十字架を背負うキリスト。文化面では、植民地時代後期にはヨーロッパの啓蒙主義の流れがブラジルに伝播した。 啓蒙主義的な観点からアカデミアが発達し、死の分野において、クラウディオ・マノエル・ダ・コスタや、ディルセウのマリリアを表したトマス・アントニオ・ゴンザーガのような詩人を生み出した。しかし、この時期のブラジル文学もまだポルトガルのアリであることを超えることはできず、さらに、詩以外の文学の発達もなかった。一方、啓蒙主義から距離を置いた民衆文化においては、 オーロプレットのミナスバロック様式の教会建築や、彫刻にその名を残したムラートのアレージャジーニョや、ナポリのオペラから、モジーニャと呼ばれる俗用を確立したドミンゴスカルダス、バルボーザなどが活動した。教育においては、ポンバルーによって、公教育を代替していたイエズス会が追放されたため、ブラジルの教育は一時衰退した。言語においては、 発見後から17世紀を通して共通語として用いられていたリングアジェラールはゴールドラッシュによるポルトガル人の大量移民と1758年にポンバル公によって発令されたリングアジェラールの使用を禁止する直令によって衰退しリングアジェラールの衰退によってポルトガル語の普及が進んだドンジョアン六世ブラジル人の独立派政治家ジョゼボニファシオで アンドラーダ・エッシュ・ウバ。1807年に、フランス帝国の皇帝ナポレオンド・ボナパルトによる大陸封鎖令に、ポルトガルが反抗したことをきっかけに、樹ュノー元帥に率いられたフランス軍がポルトガルに侵攻した。リスボン陥落の2日前に、イギリス海軍に護衛されて、マリア一世をはじめとするポルトガル宮廷の1万5000人が、脱出し、リオデジャネイロにたどり着いた。 ブラジル第二の発見と呼ばれる、この出来事の影響は大きく、ポルトガル王室がブラジルにたどり着くと、直ちにイギリスとポルトガル亡命王室との間で自由、貿易協定が結ばれ、ブラジル国内でイギリス人は領事裁判権を含む特権的な立場を認められた。ジョアン六世は、綿工業の振興を支援したが成果は上がらず、 ブラジル市場のイギリスへの開放が進むにつれて競争力のあるイギリス製品にブラジル市場は接見され植民地時代以来の綿工業や製鉄産業は壊滅しイギリスへの経済的従属がこの時期に完成したまたインディオとの戦争も再開された王室の移転により1815年にポルトガル・ブラジル及びアルガルベレンゴ王国の首都と 定められたリオデジャネイロは、急速に開発が進み、劇場、宮廷、学校、図書館などが整備され、この頃ようやく、ブラジル発の新聞が創刊された。カピタニア製も、正式に廃止され、カピタニアの代わりに新たに県が置かれた。しかし、ポルトガル人とブラジル人の人種的、政治的な対立が深まり、また共和制を求める。 ブラジル人も多かったため、次第に、両者の関係は、険悪なものとなっていった。王室は、外国人の移住と入植を奨励した。1818 18年に、スイス人移民が導入され、さらに、イギリス市場向けの茶の生産を狙って、ポルトガル領マカオから、中国人移民が共に、リオデジャネイロ県に導入された。スイス人入植地も、 茶の生産がも失敗に終わったものの、これらの移民は、後の移民国ブラジルを象徴する、最初の近代的な移民となった。また、この茶の栽培経験は後に、コーヒーの栽培に生かされることになった。1816年に、マリア一世が死去すると、ジョアン六世が、連合王国の王位に就いた。外交面では、ジョアン六世は、イギリスと同盟して、 フランスに戦線布告し、仏領ギアナを占領した。さらには、植民地時代の政策を延長して、ラプラタ側方面への進攻を図り、キュリオデラプラタ副王領を2分した、連邦同盟のカウディージョ、ホセアルティガスを破って、バンダンオリエンタルを1821年7月に、シスプラチナ州として、ブラジルに編入した。ジョアン6世は、即位に際して、 ポルトガルとブラジルを対等の王国と定め、この措置には多くのブラジル人が納得したものの、相次ぐ増税や干つなどのブラジル社会の不安定な様子を反映して、次第に自由主義的な立場から共和制を望むブラジル人の数は増加していった。1817年3月6日にレシーフェで聖職者の反乱が起き、 自由と平等を胸とする共和国の樹立が宣言され、アメリカ合衆国、イギリス、リオデラ・プラタ連合州に施設が派遣されたが、これは75日後に地圧された。この事件は、ペルナンブーコ革命と呼ばれており、特に奴隷制の存在を前提とした自由主義、革命であるという重大な限界はあったものの、後の革命運動の模範となる一つのあり方を提示した。 独立歌手家、ペドロ・アメリコが。1820年に、ポルトガルのポルトで自由主義革命が勃発し、ジョアン6世が革命委員会の要求によって、新憲法を承認し、ポルトガルに帰国すると、王子のペドロが、連合王国の摂政として、ブラジルに残された。しかし、1821年に開催された、ポルトガル議会において、 対等な立場であるはずのポルトガル代表の議員が130人だったのに、対し、ブラジル代表の議員は72人に過ぎず、さらに、ポルトガル政府はブラジルを、再び植民地にすべく、摂政王子ペドロの帰国を要求した。しかし、ポルトガルのポルトにおける、自由主義革命に、ブラジル残留ポルトガル軍は、影響を受けており、 恩憲派のジョゼ・ボニファシを、旧神派のシプリアーノ・バラタ、ゴンサルベス・レドをはじめとする、ブラジル人は1822年1月に、王子のペドロに独立を進めた。1822年9月7日、ペドロは、サンパウロのイピランガ側のほとりで、独立歌手家との、いわゆるイピランガの叫びを発し、ブラジルの独立が宣言された。ペドロは、リオで、 ブラジル皇帝ペドロ一世として即位し、ブラジル帝国が建国され、ハプスブルク家の黄色とブラガン酒の緑のリボンで、街は満ち溢れた。ポルトガル軍は残留したものの、ホセデ・サン・マルティンに仕えて、ペルー解放に同行した元英王立海軍の軍人、トマスコクレーン教の活躍もあり、マラニョンのポルトガル軍は排除された。こうして、ブラジルの独立が達成されることとなった。 文化面では、ポルトガル宮廷のブラジル到来とともに、ブラジルにも、ポルトガルのエリート層が愛好していた、イギリスやフランスの文化が溢れるようになった。特に1816年に招聘されたジョアヒン、レブルトン、グランジャンド・モンティにジャンバティスト・ドブレラからなるフランスの文化施設団は、ブラジルの芸術に大きな影響を与えた。教育面では、植民地防衛のために、 高等教育を受けた人材を養成する必要に迫られ、陸軍士官学校、医学学校、海軍士官学校などの専門学校が設立された。博物館や図書館、植物園なども整備された。しかし、定成期と同様に高等教育に変調した教育政策を取りながらも、総合大学の設立は、ブラガン酒の治世中には最後までなされなかった。 ドンペドロ一世。ドンペドロ一世の皇后マリア・レオポルディナでアウストリア。ハプスブルク家出身のこのミコの存在が示すように、ブラジルも新生同盟の枠の中に組み入れられ、君主制時代のブラジルは、共和制を採用していた周囲のイスパノアメリカ諸国から警戒の目で見られた。ブラジルの独立は、イスパノアメリカ諸国の独立と比べると、大きな混乱や、 政治的な対立を伴わずに達成され、植民地時代にブラジルを包括する、原初的な国内市場が成立していたことと、ポルトガル王室のブラガン酒が定位についたために、イスパノアメリカ諸国のような分裂状態には陥らなかった。しかし、このことは、イスパノアメリカ諸国が、解放者、シモンボリーバルや、ホセデ・サンマルティン、 ミゲルイダルゴラによって16年間続けられた独立闘争により、曲がりなりとも本国出身者から政治権力を奪取したのとは対照的にブラジルにおいては植民地時代の権力構造と王子主の支配がそのまま継続したことにもつながった。すでに1808年のリオデジャネイロ戦途とともにイギリス資本に国内市場が開放されイギリスから 莫大な投資が流入し、イギリスへの経済的従属が始まった。ペドロ一世のポルトガルへの執着独立前夜の、ブラジルの人口は約380万人で、内白人が、約104万人、約276万人が有色人であったが、独立後、ペドロ一世は380万の人口のうち、約7割を占める、有色人や、 植民地生まれの白人を遠ざけ、ブラジル島よりもポルトガル島を優先して、ポルトガル人を徴用する姿勢を取ったため、次第に、ブラジル人とペドロ一世の関係は、険悪なものになっていった。ペドロ一世は1824年に、親ポルトガル派の意向が強く出た、近帝憲法を交付したが、この近帝憲法に対する民衆の反発は特に、北東部で強く、 この年には、ペルナンブーコ県のレシーフェで、共和制が宣言され、赤道連邦の反乱が起きた。ペルナンブーコに加え、マラニョン、バイヤー、アラゴアス、パライバ、リオグランデ・ドノルテ、セアラーがこの赤道連邦に参加し、アメリカ合衆国をモデルにした、大議制の共和制国家の樹立が目指されたが、 ペドロ一世はイギリスからの数百万ポンドの借款と傭兵の導入によって同年11月にこの反乱を鎮圧した。1824年憲法はこの先多くの共和制を求める反乱者の挑戦にあったが、1889年まで生き延びる透明な憲法となった。独立後の外交面では独立に際して君主制が樹立されたためヨーロッパにおいて 絶対主義の維持を図る新生同盟の一員となった。この傾向は独立以前のジョアン6世の治世中に、ペドロ王大使の記載として、ウィーン体制の中心だったオーストリア帝国のハプスブルク家から、マリア・レオポルディナでアウストリアを皇室に迎えていたことによって強まった。そのため、周辺のコロンビアなどからは、警戒感を持って見られた。 ブラジルの独立にはイギリスが強く影響を及ぼしていたが、ブラジルを最初に承認した国はアメリカ合衆国であり、1825年にイギリスの仲介で、旧宗主国のポルトガルが独立を承認した。ポルトガルに続き、翌1826年にイギリスが独立を承認した。ウルグアイの独立33人の東方人の誓い。さらにこの頃、 独立直前の1821年に旧リオデラプラタ副王領を2分した連邦同盟のホセアルティガスが失脚してから大混乱に陥ったリオデラプラタ連合州に侵攻しブラジルが併合したシスプラチナの解放を求める声がリオデラプラタ連合州内で強まった1825年末にアルティガスの副官だった フワンアントニオ・ラバジェハ将軍率いる33人の東方人が祖国に潜入してブラジルからの独立戦争と連合衆との合法を求め連合衆は内乱を集結させてこれを支援したこのため激怒したペドロ一世は連合衆に宣戦線布告しシスプラティーナ戦争が勃発したがアルヘンティーナ軍は一三後の戦いで勝利すると以降は 優れた戦術で、ブラジル軍を破り続け、最終的には1828年に、アルゼンチンの勢力が伸長することを恐れた、イギリスの仲介により、モンテビデオ条約が結ばれ、イギリスの移行によって、東方州が、干渉地帯のウルグアイ東方共和国として、独立することが認められた。シスプラティーナ戦争後、直戦議員を多く含む上院が皇帝派となり、 少数の共和主義者を含む会員が政府に批判的となった。会員はシスプラティーナ戦争の戦費支出に反対し、ウルグアイの独立をペドロの失勢とみなした。政府に対する不満は全国的に広がり、特にミナスジェライス県で反対が強く、ペドロは次第にポルトガル人の代表とみなされるようになった。そして1831年のペドロ一世の 内閣改造に対して不満が爆発し、1831年4月5日、宮廷前に群衆が集まり、暴動になった。ペドロ一世は7日に退位宣言を行い、5歳の巫女ペドロ二世を後継者に指名して、ポルトガルへ退去した。教育面では、1827年にサンパウロとオリンダに、法課大学が設立され、ブラジル出身の官僚や、 法律家を育てるのに寄与した。自由主義求進派を弾圧した、法務大臣、ディエゴ・アントニオ・フェイジョー。リオグランデ共和国の独立を宣言したアントニオ、ソウザネと、ペドロ・一世の失脚後、皇帝は18歳以上ではなかったため、1824年憲法の規定に従って、上下両院総会が3人の摂政からなる、摂政府によって、 政府を運営することを決定した。摂政には憲法起草者のホセ・カルメーロ・デ・カンポス、上院議員、ニコラス・ペレーラ・デ・ベルゲーロ、フランシスコ・デ・リマエ・シルバ将軍が選出され、しばらく皇帝不在のまま摂政による統治が行われた。このため1831年から1840年までを摂政期と呼ぶ。共和制を求める民衆摂政期は、 共和制を求める反乱が各地で、相次ぎ、既存の陸軍さえ中央政府にとっては信用できなくなった。そのため、法務大臣、ディエゴ・アントニオ・フェイ・ジョーは1831年8月に国民軍を創設した。国民軍の隊長には、各農村の既存のボスが任命され、民兵として農村の人間を動員する権利が与えられた。この国民軍は、 コロネルの紙幣形成にとって有利に働くことになり、現在までブラジルの農村部でコロネリズムが続く直接の要因となっている。北東部では1835年にはパラー県でバチスタデカンポスの率いるカバナージェンの反乱が勃発し、1835年にはイスラーム教国家を樹立しようとした黒人によるナゴの反乱が、1837年には 共和制を求めたサビナーダの反乱が、1838年にはバラヤーダの反乱が勃発したが、いずれも連邦軍により大弾圧された。一方、南部では1835年に最南部のリオグランデドスル県でファラーポス戦争が勃発した。アルゼンチンやウルグアイからパンパが続く、この地域では牧畜経済が発達し、そのために、 前述の両国のようなガウショと呼ばれる人々が牧畜を担うようになっていたが牧場主とガウショの武力の連合はブラジル帝国軍を脅かした1836年にはリオグランデ共和国の樹立が宣言されイタリア人革命家のジュゼッペガリバルディモが反乱軍側に参加した1839年には反乱が波及したサンタカタリーナ県で ジュリアナ共和国の樹立が宣言された。しかし、南部の牧場主は、ブラジル帝国からの独立ではなく、あくまでも、自治の拡大を望んでいたのであったがために、ペドロ2世の即位後の1845年に恩赦と、減税と引き換えに講和が結ばれ、この反乱は終結した。地方の反乱に対し、中央もまとまった政策は、取れず、ペドロ一世機関派の回帰派、 自由主義を意見派、自由主義求心派の三勢力が争いを繰り広げた。1834年に、ポルトガルで、ペドロ一世が死去した後、会期派は自由主義派に合流し、1835年に新歩党と会期党が設立され、両党とその対立は、後の自由党と保守党による二大政党制の原型となった。このように各地で反乱が、 相次いだ結果、混乱を収めるために皇太子が皇帝として即位することが解決策として持ち出された。1840年7月23日にクーデターが勃発し、ペドロ皇太子の成人式が長方期的措置によって行われると、ペドロ皇太子はペドロ2世としてブラジル皇帝に即位した。教育面では、 エリート層の中等教育を担うコレジオ・ドン・ペドロ、セグンドが設立されたが、モデル校となった。この学校の成立は、中等教育を高等教育のための予備校として、しまう副作用をもたらした。ドン・ペドロ2世。第二帝世紀のブラジル帝国国旗。ペドロ2世の即位後、内政においては進歩党と回帰党が再編され、 自由党と保守党の二大政党制が確立した。1844年には、ペドロ2世の長政権によって自由党に政権を担当させ、ヨーロッパで1848年革命が始まると、その影響を恐れて、同年に保守党に政権をさせたように、この時期は皇帝の長政権によって、両政党に内閣が交代した。この措置を不満に思った。 自由党により、ペルナンブーコのレシーフェで1848年11月から、ヨーロッパの社会主義思想の影響を受けた。プライエーラ革命が勃発したが、1850年に、この反乱が鎮圧されると、第二帝政の政治的安定が訪れることになった。イギリス資本への従属ペドロ2世時代の外交は、基本的に、イギリス資本への従属と、 領土拡張政策、そしてアルゼンチンの強国化の阻止によって特徴付けられていた。イギリスとの関係は1840年代には奴隷貿易の問題により大きく悪化したが、1845年のアバディーン法制定により1850年に奴隷貿易が廃止されると改善に向かった。奴隷制は1860年代に 北米の南北戦争の影響を受けて大きく動揺するものの基本的には訂正の支持基盤となっていた王子主は奴隷制の存続を望みこの問題はブラジルの大きな政治的課題となった領土拡張への野望我がこの遺体を見取るパラグアイ兵ホセイグナシオ・ガルメンディアが領土拡張の当初の目標はかつてシスプラチナ県として領有していたウルグアイであり これは、大戦争をはじめとするウルグアイの内乱において、イギリス、フランスと敵対して、貿易を保護し、大アルゼンチンの実現を図る不安マヌエルデロサスに、対する牽制の意味を含めて、コロラド島を支援することによって達成されようとした。事実、1851年にロサス派が勝利を、目前にしたところで、エントレリオス州知事、 フストホセでウルキーサをそそのかして介入したことにより、1852年2月3日に、ロサスは、カセーロスの戦いで敗れて失脚し、アルゼンチン・ウルグアイの合併という事態は回避された。また、ブラジルの南米における最大のライバルがアルゼンチンで、あることを強く認識させたのも、この戦争だった。パラグアイ戦争をゴンホロペスフ氏が支配し、 近代化政策を続けるパラグアイも標的となった。大戦争後も、ウルグアイの政治的貴族は、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルの関係に複雑な影響を与えていたが、ウルグアイでの内乱がきっかけとなって、1864年に、パラグアイのソラノローペス大統領はウルグアイへの内政干渉を理由に、ブラジルに対して宣戦線布告し、パラグアイ戦争が勃発した。 ブラジル帝国が主体となったアルゼンチン、ウルグアイとの三国同盟とパラグアイのロペス政権との間で戦われたこの戦争では南米で最大の軍隊を保有していたパラグアイの頑強な抵抗もあって激戦が続いたがカシアスコーによるブラジル軍の指揮もあり1870年にロペスがセロコラーの戦いで戦死しラテンアメリカで最も生産な戦争となった この戦争は終わった。敗戦により南米で最も先進的な経済制度を備えていたパラグアイの人口は半減しアルゼンチンとブラジルに領土は分割され自律的発展を遂げていた工業は崩壊し国家は壊滅した。ペドロ2世にとってこの戦争はブラジル人のナショナリズムを奮い立たせる経験として肯定的に捉えられたが勝者となった。 ブラジルも10万人の死傷者を出し、30万ドルに及ぶ戦費をイギリスからの債務で賄ったために、戦争終結後に財政崩壊を起こした。さらに前線でアルゼンチン兵と行動を共にした、機関兵や戦場で黒人と共に戦った軍人により、共和制思想や奴隷制廃止が大きく懸念されるようになった。また、パラグアイ戦争は、 ブラジルとアルゼンチンに両国の干渉地帯の必要性を理解させることになった。ヨーロッパからの移民1844年に新関税法が導入されると輸入関税の引き上げはブラジルの工業化の基礎条件を築いた。また、1840年代に南東部のリオデジャネイロ県でコーヒーの栽培が成功すると同時に 北東部での砂糖と綿花の栽培が衰退したため、以降コーヒーは、ブラジルの奴隷制プランテーション農業経済の主軸を担い、外貨をもたらすとともに、ファゼンダ制を強化した。コーヒー栽培には多量の労働力を必要とするが、1850年の奴隷貿易廃止によって、黒人奴隷の新規流入が停止したために、1860年代から、 ブラジルの白人化を目指していた、当時の自由主義知識人や、加藤支配層の思惑と合致する形で、奴隷に変わる、労働力として、ヨーロッパから移民が導入されることになった。ペドロ2世へのミニ州の失望また、パラグアイ戦争後、陸軍士官学校の数学教官だった、ベンジャミンコンスタンによって1850年代に、ブラジルに導入された、オーギュストコントの実証主義と、 共和主義が融合し、実証主義は次第に奴隷制と訂正に対する批判を帯びた運動になっていった。1865年に南北戦争の結果としてアメリカ合衆国で奴隷制が廃止され、1870年にスペイン領キューバで奴隷の暫定的解放を達成する漏れ法が可決されるとブラジルのみが 西半球で唯一奴隷制に固執する国家となったが、ために、実証主義者により定性廃止と奴隷制廃止を求める共和党が結成された。さらに1878年に自由党政権が成立するとジョアキン・ナブーコや、詩人のカストロ・アルベスに代表される知識人は、奴隷制廃止を公然と要求するようになり、ベンジャミン・コンスタン大佐は、 陸軍の青年将校に実証主義教育を行い、次第に軍全体が実証主義を信奉するようになっていった。奴隷解放をペドロ2世は、こうした声に対処するために、1871年9月28日には、漏れ法に習った出生自由法を、1888年5月13日に黄金法を制定して、奴隷制が最終的に廃止されたが、 このことによって、ペドロ二世は、王子主たちの支持をも失った。しかし、奴隷は解放されたものの、解放に際して、経済的な裏付けとなる土地や、財産の分配はなされなかったため、結局黒人の社会的立場に、大きな変化は見られなかった。植民地時代から奴隷制廃止までに、ブラジルに連行された。 黒人奴隷の数は350万人から1000万人に上ると推測されている。1870年代にカトリック教会と対立したことにより、帝政は教会からの支持をも失っていたが、1880年に軍部帝政派の重鎮だったカシアスコーが死去したことをきっかけに、皇帝への支持は教会のみならず、軍部からも失われた。 そして1888年の奴隷制廃止によって、帝政は国内のすべての層から支持を失うことになった。中間層の利害を代表し、国家の近代化を求める軍部の青年将校は、この後期を逃さず、1889年11月15日に、ベンジャミンコンスタンの計画により、デオドロダ、フォンセカ元帥によって引きられた軍部によって宮殿は、包囲された。 オーロプレト死者区、アフォンソセルソ首相は逮捕され、ペドロ2世は退位して、イギリスに亡命した。こうして、無血革命により帝政は崩壊し、ブラジルは共和制に移行した。そしてこの時に軍が果たした大きな役割は、その後ブラジルの政界における軍部の発言力を保障することにもなった。実証主義知識人は、アメリカ合衆国を模範としていたが、 11月15日に導入されたブラジル新国旗はあまりにもアメリカ合衆国の国旗に似ていたために拒否され11月19日に制定されたブラジル合衆国の新国旗には天球の帯に実証主義知識人の合言葉だった標語、秩序と進歩が記された第二訂正時代は経済面では十九世紀後半にはマウアーが実業家として 大成功し、彼の手によって、ブラジル資本による、鉄工所、造船所、鉄道などが造営されたが、1875年から1878年の、強行で破産すると、彼の財産はほとんど何も残らなかった。また、アマゾン川流域でのゴムブームにより、マナウスなどの都市の、開発が進められた。文化面では、帝政前期は、 文学において、ロマン主義がゴンサルベスで、マガリャンイスの、詩的吐息と感情によってもたらされた。ブラジルのロマン主義はインディを理想化することを良しとし、インディアニズムの潮流が生まれた。この時期の文学者としては、ゴンサルベス・ディアスや、イラセマ、グアラニーのジョゼでアレンカールなどが挙げられるが、全体として、ヨーロッパの模倣の域を出なかった。また、 ブラジル国民の理想的原型として、インディオを商用するインディアニズモの潮流がありながらも、実際にインディオへの迫害が止むことはなかった。音楽では、ほとんどがヨーロッパの模倣だったが、アレン・カールのグアラニーをお寺化したカルロス・ゴメスなどが活躍した。美術では、1816年に到来した、フランスの文化施設団の影響を受け、ブラジル最初のミサのビトル・メーレレスや、 独立歌詞家のペドロ・アメリコなどの画家が活躍した。一方、聖生後期は、写実主義が流星を見せ、ブラスクーバス死後の回想や、ドン・カズムーロのマシャードで、アシスや、スラム街のアルイジオ・アセベード、後期ロマン主義詩人のカストロ・アルベスといった文学者を、生み出し、さらに地方主義の方がも見られた。また、歴史研究も進んだ。さらに、音楽では、 ショーロとマッシーシェが流行した。ショーロは1870年にシルバカラードによって生み出され、レコードの普及とともに、ピシンギーニアによって大衆化した。マッシーシェは、シキーニアゴンザーガによって大衆化した。また、スポーツでは後に、国民的スポーツとなるサッカーがもたらされた。教育面では、私立の高等専門学校の整備が進んだが、隣国アルゼンチンが、 ドミンゴ・ファウスティのサルミエント政権の下で、初等教育に力を注いだのとは、対照的に、ブラジルでは、初等教育の整備が遅れた。1872年に初めて行われた、センサスによれば、ブラジルの総人口は990万人だったが、そのうち自由人の非識字率は80%、奴隷の非識字率は99.9%に、達していた。 初代大統領、デオドロ・ダ・フォンセカ。共和制樹立後、実証主義者により1889年11月15日から11月19日までの4日間だけ使用されたルイ・バルボーザ案によるブラジル合衆国の国旗。1889年11月15日にデオドロ・ダ・フォンセカ元帥により共和制が樹立されると、 フォンセカは大統領に選ばれ、ルイ・バルボーザの発案によって、アメリカ合衆国憲法とアルゼンチン憲法を参考にして、帰属制度の廃止などを盛り込んだ1891年憲法が公布され、この憲法の中で、それまでの憲は新たに州となり、ただし、副大統領の直接選挙、三権分立が定められ、国名は、ブラジル合衆国と定められた。 各州は独自の州憲法と州軍を保有し、ブラジルは中央集憲的な帝政国家から地方文献的な連邦共和制国家に移行した。しかし、軍の青年将校は大統領であるフォンセカよりも副大統領のフロリアーノ・ペイショトを支持したため、軍部の政治介入が成功してフォンセカは1891年に失脚し、ペイショトが大統領となった。 この時のクーデターにちなんで、ブラジルでは、現在も、軍部による、政治介入は、フロリアニズモと呼ばれている。カヌードスの反乱ペルナンブルコの義族ランピアン。1894年に、初の文民大統領として、サンパウロ州出身のプルデンテデモライスが就任した。旧共和制初期には、干ばつや、低開発が続く、北東部は、極めて不安定であり、 モライス時代には1896年に北東部のバイヤ州でアントニオ・コンセリエイロによって率いられたカヌードスの反乱が勃発したコンセリエイロはキリスト教に深く消えしバイヤ州の奥地のカヌードスにコロネルの支配が及ばない3万人が生活する共同体を築いていたが政府はカヌードスを認めず3時にわたる遠征の末 1897年10月5日、カヌードスの住民は一人残らず皆殺しにされ、反乱は鎮圧された。この反乱はエウクリデス・ダクーニャに奥地を欠か,かせた。この反乱は通貨価値を下落させたが、政府はロスチャイルドから借り入れて、キューバをしのいだ。コンテスタードの反乱一方南部では1912年に、 パラナ州とサンタカタリーナ州の両州で千年王国思想の影響を受けたコンテスタードの反乱が勃発し、この反乱は5万人以上の農民を巻き込んで実に4年間続いた。カヌードスやコンテスタードの反乱者はヨーロッパ化した中央政府や知識人には共振者、王政復古主義者と呼ばれ、ダクーニャが、 奥地で表したように更新的な非白人を科学的な文明が討伐するとの大義名分が持ち出された。しかし、彼らの反乱は理論的には洗練されていなかったが、人種主義や貧困に苦しむ人々が生活のために必要な資源を得るための戦いであった。カヌードスの反乱が鎮圧された後にも、北東部の貧しい人々の戦いは、 大事主に対する勘がせいろのバッコという形で続けられ、1918年から1938年まで活動した義族ランピアンのような人物を生み出した。1898年にサンパウロ州出身のカンポスサレスが大統領に就任し、リオブランコ男爵を外務大臣に任命した。リオブランコはこの先15年にわたって、 外務大臣を続け、アマゾン川流域地域における、近隣諸国との間での国境未確定地の獲得に、奔走し、1899年にボリビアとの間のアクレ紛争で、アクレ州を獲得したのを皮切りに、フランス領ギアナ、オランダ領ギアナ、イギリス領ギアナ、コロンビア、ベネズエラとの武力と、アメリカ合衆国の支持を背景にした交渉で多大な、 成果を上げ、戦争に訴えずに、ブラジルの領土を2 9 9 4 0 0トル拡大した。1909年には、大戦争の際に、ウルグアイから得た広大な領土について、ウルグアイとの合意が結ばれ、国境紛争を解決した。移民1889年11月19日に、導入されたブラジル合衆国の国旗。実証主義の標語。 秩序と進歩が帯に記されている。カフェコンレーテ。旧共和世紀を特徴付けたカフェコンレーテ大世紀には、コーヒーとミルクが共謀して相互に大統領を選出する、腐敗政治が進んだ。1902年には、サンパウロ州出身のロドリゲス・アルベスが、1906年には、ミナス・ジェライス州出身のアフォンソ・ペナが、大統領に就任した。以降、 産業の中心だったサンパウロ州とミナスジェライス州出身者の間で交互に大統領を出す体制が生まれ、両州の主産業からこの体制はカフェコンレーテと呼ばれるようになった。この時期に首都リオデジャネイロの改造が行われ、またサンパウロ州で発展を続けるコーヒー産業のために奴隷制廃止後の代替労働力として南欧を中心とするヨーロッパから イタリア人、ポルトガル人、スペイン人、ドイツ人、ポーランド人、ウクライナ人、フランス人、ユダヤ人などが、中東から歴史的シリア出身のアラブ人が、さらに1908年には日本からも日本人移民が導入された。1820年から1930年までに、ヨーロッパや日本から約500万人の移民が流入したが、 定着した約350万人の移民のうち、約200万人がサンパウロに定住した。1900年代から工業化がリオデジャネイロとサンパウロで進んでいたが、これらの諸事情よりサンパウロ市の経済の中心としての地位は不動のものになった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、1917年4月にブラジル商戦が、 ドイツの潜水艦に撃沈されたのをきっかけに、新米英外交に基づいて同年中にブラジルは、ドイツ帝国に宣戦線布告し、連合国の一員となった。戦闘には参加せず、戦後はパリ講和会議に代表を派遣している。さらに、国際連盟に加盟することにもなったが、常任理事国になれなかったために1926年に連盟を脱退した。 1922年には、ミナス・ジェライス出身のアルトゥール・ベルナルデスが、大統領に就任した。ベルナルデス政権もまた、今までの政権の例に漏れず腐敗していたが、早くも同年には、陸軍の青年将校が、政治改革を求めリオデジャネイロの兵衛で反乱を起こした。この反乱は鎮圧されたが、1920年代には、 次第にこのカフェコンレーテ体制に対する批判が強まり、軍や地方諸州の反乱が起こることになった。1924年には、サンパウロで陸軍の部隊が反乱を起こし、1925年4月に、リオグランデ・ドスルの兵へから反乱を起こした、ルイスカルロス・プレステス少佐の下で、プレステス部隊を結成し、約1500人からなる。この部隊は1929年に、 ボリビアに亡命するまでに2万 4000km にわたってブラジル奥地を転戦し53度に及ぶ政府軍やコロネルの士兵の追撃を退けた。しかし1926年にベルナルデスが任期を終えるとこのような活躍がありながらもテネンチズモは最後まで反ベルナルデス政権以上の大衆的な考量を持たなかったために 革命運動にはつながらずに終焉することになった。クリチバのパラナ連邦大学。文化面では、文学においては1897年に、ブラジル文学アカデミーが設立され、初代会長には、マシャード・デ・アシスが就任した。旧共和制初期には、奥地のエウクリデスだ。クーニャや、リマバレット、モンテーロ・バレットなどが活躍した。さらに、19世紀末から、 ナショナリズムの商用が進み、歴史家、カピストラーノでアブレウによる、ブラジルの古い道と植民の発表をきっかけに、ブラジルの国民性の根源を内陸部の、根欠住民に求める言説が生まれた。第一次世界大戦によって、それまでのブラジルのエリートが発展の模範にしてきた、西ヨーロッパが没落するとこの潮流は一層強くなり、1922年2月に、 サンパウロで近代芸術週間が開催されると、ブラジル独自の文化運動は盛り上がりを見せ、音楽では、ブラジルのブラジル化を掲げた、作曲家のエートルビライコールロボスが活躍した。文学では、ジョアン・ミラマールの叙情的回想食人宣言を表し、食人運動を提唱した、オズバルドで、アンドラーデや、マクナイーまで知られ、 近代芸術習慣そのものを後押ししたマリオ・デ・アンドラーデ、グラサー・ア・ラーニャが美術ではアニータ・マルファッチやディ・カ・バルファンチなどが活躍しブラジルのヨーロッパからの文化的独立が進んだラジオや蓄音機といった電化製品の普及によりポピュラー音楽もより身近なものになり1917年にはサンバ・カンの最初の曲電話で が作曲され、サンバの中産階級化や大衆化が進んだ。教育面では、低世期からの伝統だった高等教育の拡充がさらに進み、1912年に、ブラジル発の大学である、パラナ連邦大学がクリッチバに設立された。しかし、大衆教育は、依然帰り見られず、1890年に67.2%だった、非式自立は、 1929年にも60.1%に止まった。ジェトリオ・ドルネレス・バルガス。プレステス部隊の放棄の最中の1926年にサンパウロ州出身のワシントン・ルイスが大統領に就任したが、1929年の世界恐慌はブラジルのコーヒーを中心とした経済に大打撃を与えた。その一方でサンパウロ州は カフェコンレーテ体制の維持を図ろうとしたため、1930年に体制から離反したミナス・ジェライス州を加えた地方諸州が自由同盟を結成し、1930年のサンパウロ州出身のジュリオ・プレステスが当選した大統領選挙を不正選挙だと批判した。この間に自由同盟は武装放棄を計画し、同年10月3日にリオグランデドスル州、 ミナス・ジェライス州、パライバ州から反乱が起きると、軍は反乱を支持し、11月3日に、リオグランデドスル州のジェトリオ・ドルネレス・バルガスが、大統領に就任した。就任後、伝統的な大農園主を基盤に持たなかったバルガスは、テメンテと、都市中間層、労働者に支持基盤を求め、既存のサンパウロ州、ミナス・ジェライス州の王子主との戦いを始めた。 このため、既得権益を奪われることになるサンパウロで1932年7月9日に反乱が勃発したが、バルガスはこれを鎮圧した。1932年には、新選挙法が制定されて、婦人参政権が認められたが、非式字者の投票権は認められなかった。1934年に新憲法が制定されると、 従来州知事の管轄だった州兵の指揮権が連邦大統領に移管されるなど様々な中央集権色の強い条項が盛り込まれた。この1934年憲法では初めて秘密、投票が制度化されたものの以前としてブラジル国民の2、3を占めた非指揮者は投票権を認められなかった。1932年にはファシズム政党、 ブラジル統合主義運動が作家のプリニオ・サルガードによって結成されており、神、祖国、家族と反響を掲げて体制から非護を受けていたが、12月17日の政権議会によってバルガスが正式に大統領に選出されると、体制のケニー主義的姿勢はより明確になった。1935年3月にはブラジル共産党を母体に、 ソビエト連邦から帰国したルイス・カルロス・プレステスとエルコリーのカスカルド海軍大佐を中心にしてテネンテ、社会主義者、共産主義者、自由主義者の連合によって民族解放同盟が結成された。ANL は7月11日に解散させられ弾圧されたため、プレステスはナタール、レシーフェ、リオデジャネイロでの反乱を指導したが、いずれも失敗に終わった。 共産党は1936年9月30日に回答を命じられ、指導者の多くは投獄、追放された。共産党が壊滅すると、バルガスはインテグラリスタも体制にとって危険だと判断したために弾圧し、解散させた。1937年には1934年憲法体制下での初の大統領選挙が予定されていたが、 バルガスは自らクーデターを起こし、国会を解散して自ら制定した1934年憲法を破棄し、1937年憲法が制定した。この憲法によって、イタリアファシズムに強く影響を受けたブラジルにおけるエスタード・ノーボ体制が成立した。この時期には、ナショナリズムの商用が教育を通して行われ、ポルトガル語以外の外国語等、諸島、 中東教育で行うことが禁じられ、移民国家ブラジルのアイデンティティが模索された。こうした、ブラジルナショナリズムは、ブラジリダーデという言葉に象徴された。また、この時期に、サンパウロ州とリオデジャネイロ州を中心に工業化が大きく進み、1940年には、最初の5カ年計画が発表され、1943年に、サンパウロ州は、 全土の工業生産のうち約54%を占めるにまで至った。こうして生まれたプロレタリアートと中間層はバルガス時代に上から組織化され体制に組み入れられた反面、労働者自身による自発的な労働運動は厳しく弾圧された。第二次世界大戦1939年に第二次世界大戦が勃発すると当初は 政治体制の近い数軸国側に好意的だったが、1941年12月8日に日本軍が新珠湾攻撃を行いアメリカ合衆国が参戦するとバルガスは1942年8月31日にナチスドイツとイタリア王国に宣戦線布告しブラジルも連合国側で参戦した他のラテンアメリカの参戦諸国が 形式的参戦に止めたのに対してバルガスは、イタリア戦線に、ブラジル遠征軍を派遣して、親連合国の姿勢を顕著にし、体制の維持を図った。しかし、バルガスのファシズム体制を維持するために、ファシズム国家と戦うという矛盾は隠しきれるものでは、なかった。国民的な独裁体制への批判の高まりの中、バルガスは、民主社会党と、 ブラジル労働党を創設してきたるべき大統領選挙に備えたが次第に軍との関係が悪化したためにバルガスは終戦後の1945年10月13日に軍のクーデターにより失脚したジルベルト・フレーレブラジル発の本格的なブラジル国民論となった大邸宅と奴隷小屋によりブラジル国民の原型が提示された文化面においては 歴史家、社会学者、人類学者であるジルベルト・フレーレの大邸宅と奴隷小屋やセルジオ・ブアルケでオランダのブラジル人とは何かによって植民地時代に進んだポルトガル人とインディオと黒人との根血性の中にブラジルの国民性の根源が求められた。この運動によってそれまで社会進化論や優勢学によって科学的な認識とされていた。 白人至上主義と人種主義は多少なりとも相対化され、それまで国家政策の下で白色化され、消滅すべき存在とみなされていたムラートや黒人は、ブラジル内で新たな地位を与えられた。フレーレラの活躍によって、第二次世界大戦後、ブラジルは人種民主主義国家であるという主張がなされ、国際連合教育科学文化機関などの機関で、 国際的に認められたが、一方で、これらの主張は、現実のブラジル社会に存在する人種主義を追い隠し、黒人やパールド、インディを白人に比べて相対的に劣等なものとして固定して扱う点においては、それまでの人種主義同様に有色人のアイデンティティを否定するものであるという主張も1960年代頃から、 フェルナンド・エンリケ・カルドーゾラによって提唱された。文学では1920年代の南東部の近代芸術習慣運動から距離を置いた地方主義文学も盛んになり、乾いた生活で北東部を描いたグラシリアーノ・ラモス・バイヤ出身で、ハテシュナキ大地や、 革命時プレステス希望の騎士で知られるジョルジア・アマード、リオグランデドスル出身で、ジト、風で知られるエリコ・ベリッシも、詩人のカルロス・ドゥモンで、アンドラーデが活躍した。エスタード・ノーボの末期には、詩人ジョアン・カブラル・デ・メロネと、ギマ・ランイス、ローザ、小説家のクラリー・セ・リスペクト・オールなど活躍した。音楽ではサンバがブラジリダーデを掲げたバルガスによって、国民音楽として評価され、 国人のマージナルな文化から国民統合の役割を果たすべき国民文化に位置づけられた。この時期にはアリーバローゾ作曲のブラジルの水彩画のような曲が生まれた。教育面ではそれまでの小学校をまとめた総合大学の設立が盛んになり、1934年には現在までブラジル最高学府となっているサンパウロ大学が 1938年には、リオデジャネイロ連邦大学が設立された。エウリコ・ガスパール・ドゥトラ・バルガスが失脚すると、1946年1月に、エウリコ・ドゥトラ将軍が民主社会党から大統領に就任した。ドゥトラは民主化政策を取り、1946年に三権分立と大統領直接選挙を定めた新憲法が制定された。また、 5カ年計画も実施された。1950年12月の選挙では、PSD と PTB の共通候補となったバルガスが勝利し、ブラジル史上初めて直接国民から選ばれた大統領は元独裁者のバルガスとなった。バルガスは、かつてのファシズム的な政権運営とは違って、ポプリズム的な左翼ナショナリズム路線を強め、 反帝国主義と経済の国民化を訴え、1953年10月には、経済的独立のために、国営石油公社、ペトロブラスが、翌1954年には、国営電力企業エレトロブラスが設立され、その他にも、鉄鋼企業リオドセ、通信企業エンブラテル、航空企業エンブラエルなどの国有企業が、設立された。 バルガス政権の労働大臣だったジョアン・ゴラールは、当時のアルゼンチンのフアンペロン政権の影響を受けていた。しかし、権威的な政権運営や、共産党と結ぶ傾向を見せつつあったことに対する、保守派からの批判が高まり、軍が、バルガスを見限ったために1954年8月25日に、バルガスは自殺した。 バルガスの活躍した1930年代から1950年代までにかけて、ブラジルの社会は大きく変わり、大学の設立などが進んだこともあって、教育、運輸、ジャーナリズムが大きく発展した。1955年の大統領選挙では、PSD と PTB の統一候補として、擁立されたジュセリーの首シェッキーが当選した。 1956年に就任した首設起は、50年の新法5年でという標語を掲げて、外国資本の流入を中核にした開発計画を推進し、外国企業への投資の便宜が図られた。さらに1957年に内陸部のゴヤ安州に新首都ブラジリアを建設した。1960年4月12日に、ブラジリアへの遷都がなされたが、 反面このことによる対外債務の膨張と財政赤字の増大は後の悪性のハイパーインフレの要因ともなった。1960年の大統領選挙では国民民主同盟から都市中間層の支持を背景にジャニオ・クアドロスが勝利したものの副大統領には PSD と PTB の共通候補だったジョアン・ゴラールが選ばれた。 翌1961年にクアドロスが大統領に就任すると首折キの残したインフレの対応のために緊縮財政を取ったがこれは国民の不満を招いたクアドロスは首折キ時代に資本進出を通してさらに緊密になったアメリカ合衆国との距離を置くためにヨーロッパ諸国や東側諸国そしてキューバ革命以来ラテンアメリカで孤立していた キューバとの関係を深め、ブラジリアに招かれたアルゼンチン出身のキューバの閣僚、チェゲバラには最高位の南十字星勲章が送られた。しかし、クアドロスは、同年8月25日に突如辞任し、副大統領だったゴラールが昇格した。クアドロスが辞任した時ゴラールは、中華人民共和国を訪問していたが、軍部にとっては、ジャンゴと呼ばれて民衆から親しまれ、 左翼的な傾向を持つゴラールの大統領就任は認められず、陸海空産軍は全力でゴラールの大統領就任を阻止しようとした。しかし、最終的にはポルトアレグレでのレオネル・ブリゾーラ州知事の放棄によって、軍部のクーデターは失敗し、大統領の権限を縮小する妥協により、1961年9月7日にゴラールは大統領に就任した。 ゴラールは経済学者のセレソ・フルタードを経済企画省に投与し、フルタードは外資導入による経済成長と農地改革などの社会改革を両立する3、可燃計画を立案したが、ゴラールの大統領就任後も、全政権以来のインフレはますます進み、さらに国際収支の赤字が増大し、社会は大きく混乱した。保守派はゴラールの退陣を主張し、 ゴラールの計画していた農地改革やその他の社会改革は一歩も進まなかった。ブラジルクーデターを起こしたカステロ・ブランコ将軍政権掌握後は、新米反峡の軍事独裁を実行したゴラールは国民投票に訴えようとしたが、1964年3月31日に保守派と結んだカステロ・ブランコ将軍は起戦を制して、クーデターを実施した。 アメリカ海軍の空母を含む艦隊がリオデジャネイロ沖で演習を行いいざとなれば介入する意向を示していた。左翼勢力からの反撃はほとんどなく4月4日にゴラールはウルグアイに亡命した。文化面ではクビ首ッキ時代に進んだ開発の熱狂が文化にも大きな影響をもたらした。音楽ではジョアンジルベルトが思いあふれてを録音したことをきっかけに ボサノバが生まれ、アントニオ・カルロス・ジョビンやビニシウス・ジモライス、アストラッド・ジルベルト、マルコス・バーリ、ワルター・ワンダレー、セルジオ・メンデスらの活躍により、ボサノバは、アメリカ合衆国市場でも成功を収めた、ケウナポピュラー音楽となった。映画では、イタリアのネオレアリズムとフランスのヌーベルバーグに、影響を受けたシネマ・ノーボー運動が、盛んになり、リオ40度のネルソン・ペレーラ・ドス・サントス。 黒い神と白い悪魔、狂乱の大地のグラウベルロシャ、ルイ・ゲイラのような映像作家が主導して、ブラジル独自の映画運動が進んだ。文学では、ガブリエラ、長寿と日記のジョルジェ・アマードや、大いなる奥地のギマランイース、ローザ、唐辛子、ナナメントリ、金持ちのジョアン・アントニオラが活躍した。その他にも南米屈指のコレクションを誇る、サンパウロ美術館や、 サンパウロ近代美術館などの文化施設が設立された。教育面では民衆の色字教育理論を体系化したパウロフレーレが現れ、ゴラール政権の支援を得てクーデターまでの間、非色字者への色字教育が進んだ。スポーツでは1950年にブラジルで開催された第4回フィファワールドカップで、ブラジルは決勝にまで上り詰めたが、決勝で、 ブラジル代表は、ウルグアイ代表に、逆転負けし、優勝を逃した。この事件は、エスタジオ・ド・マラカナンの観客4人の死者を出す、マラカナンの悲劇と呼ばれる事件に発展したように、ブラジルのサッカーはこの時点では、前途は多難だった。ブラジルの快進撃が始まるのは、1958年の、スウェーデン大会での優勝からであり、 その次の1962年のチリ大会でも、ブラジル代表は優勝した。ブラジルクーデターによって、ゴラール政権が崩壊し、4月15日にカステロ・ブランコ将軍が大統領に就任すると、外資導入を進める意図を持って1964年7月に、経済活動参加年計画を実施し、 インフレ抑制のための緊縮財政や国営企業の民間への払い下げ、公務員の縮小、福祉予算の減少などを行ったが、この結果、国民資本の企業倒産が相次いだこともあり、それまでに比べて国民の窮防化が進んだ。当初カステロブランコは左翼を追放して軍部の作成した。 国家安全保障ドクトリンに基づく統治を行う以上の意向を持っていなかったが相対的に窮防化した国民の軍政への反対は根強く1965年10月の地方選挙で反軍制派の社会民主党や労働党が圧勝すると同月中にカステロ・ブランコは強行路線に転換して戒厳令を敷き国会や地方議会の解散や 既存政党の解体再編成を行って11月中には国家革新同盟とブラジル民主運動の二党による翌三体制が樹立された。また外交面ではそれまでの第三世界外交が改められ、ブラジルは親西側諸国の一員として南米における新米反響の取となった。法律第5号。 ナショナルアーカイブブラジル連邦共和国の成立、カステロ・ブランコの大臣後、1967年に形式的な選挙を経て大統領に就任したコスタへ、シルバ将軍は、カステロ・ブランコの用意した新憲法を交付し、1967年憲法によって、大統領に、戒厳令の施行や地方諸州への介入権が認められた。また、この憲法によって国名が、 ブラジル合衆国から、現在のブラジル連邦共和国と改められた。このような軍事政権に対して、学生のデモや労働者の抗議集会が高まりを見せ、ストライキが起きた。さらに過激な軍政反対派は、都市ゲリラに結集し、リオデジャネーロやサンパウロでは、キューバ革命の影響を受けたカルロス・マリゲーラ率いる、民族解放行動や10月8日、 革命運動などによって放棄が発生し、サンパウロのテレビ塔爆破事件や、アメリカ合衆国大使、チャールズ・エルブリック誘拐事件が発生した。強権的な政策に、野党からの批判を受けた、シルバ政権は、国会を解散して、大統領の意向による議員の追放を可能とする、軍政令第5号を発令し、ブラジルの立憲体制は、完全に機能不全に陥った。 高度経済成長1969年に、シルバが病気で辞任すると一時的に陸海、空産軍司令官による軍政が敷かれた後、エミリオ・ガラスタズ・メディーシ将軍が大統領に就任。大学の閉鎖、議員や大学教授の追放など全政権以来の反体制派の弾圧を非合法的な手段により、徹底して都市ゲリラを殲滅することに成功し、治安を回復した。 この回復した治安と強権によって保障された低賃金労働によって、軍需政権は積極的な外国資本導入を進め、工業部門をはじめとして、ブラジルの奇跡と呼ばれる年率10%もの高度、経済成長を達成したが、貧富の差はさらに拡大した。特に農村部に進出した多国籍企業の近代集約型農業実践と、それに伴う、 土地独占によって農地を失った農民が大量に大都市に流出した結果大都市を取り囲むファベーラの拡大やもともと悪かった治安の急激な悪化に白車がかかったさらに1967年から始まったブラジルの高度経済成長そのものも1973年の第一次オイルショックにより先進国からの外国資本の流入が止まると 1974年中に外資導入を軸とした経済成長は終焉した。全政権の過ちの修正1974年に大統領に就任したエルネスト・ガイゼル将軍は高まる国民の不満を背景に軍政令第5号を破棄するなど全政権以来の強権統治を修正した。ガイゼルはオイルショック以来の経済の低迷と 国民の貧困化を背景に経済に対する国家の統制を強め、外国資本の一部規制を行った。また、1977年には、ベネズエラのカラカスとブラジルを結ぶアマゾンオーダン道路が完成した。一方、外交面では、国民主義的な傾向から、ブラジルと同様の歴史的背景を持つアフリカのポルトガル植民地の独立運動を支持した。 日本との関係もさらに拡大し、田中核僚首相とガイゼル大統領が、相互に両国を訪問した。また、西ドイツの技術を導入して密かに、核兵器開発を進めた。1979年に、野党候補を選挙で破って大統領に就任した、ジョアン・フィゲレド大役大将はこの路線をさらに進めた。同年8月には、音社法が制定されて、 政治犯の釈放や追放者の帰国が認められ、カエターノベローゾやフェルナンド・エンリケ・カルドーゾなどが帰国し、11月には政党法が制定され、政党の結成が自由化された。また、キューバ、ソ連との関係も再開した。この頃にはブラジルは軍事政権下の開発政策によって、ラテンアメリカ最大の工業国となっており、隣国のウルグアイ、 パラグアイ、ボリビアを経済圏に取り込んだ。他方では、この時期に弾圧されていた、労働運動が復活し、1980年には、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバの指導するサンパウロの自動車労組によって労働者と、農民、失業者などを包括した、大規模なゼネストが勃発した。また、スラム内でも、レオナルド・ボフ・シンプラが働きかけた、 解放の進学などにより、住民の組織化が進み、ファベーラの住民を弾圧する警察や軍隊に対して、抵抗運動が行われた。ルーラは、こうした人々を結集して1982年に、結成された労働者党の初代党首となった。このように、開発モデルが挫折し、スタグフレーションに陥ったブラジル経済にとって1980年代は、スタート時から、 失われた10年となり、結果的に軍部の政治的影響力の低下、民政移管へとつながった。アルゼンチンとの関係改善また、建国以来長らく対立が続いていたアルゼンチンとの関係では、1980年5月には、フィゲーレード大統領がアルゼンチンを訪問し、1982年に勃発したマルビナス戦争では、ブラジルは、 アルゼンチンの軍事行動を支持しないものの、マルビナス諸島のアルゼンチン貴族を認めるなどの歩み寄りを行い、後の両国の関係改善のきっかけを作った。1985年に行われた大統領選挙では、ブラジル民主運動党のタンクレード・ネベスが勝利したが、ネベスは就任式直前に病気に倒れ、副大統領のジョゼ・サルネーが大統領職を代行。 一ヶ月後に、ネベスが死去すると正式に大統領に昇格した。文化面では、クーデター後軍事政権によって文化への弾圧が進んだため、多くの分野で文化活動は低調になった。音楽では、クーデター後、ボサノバは、シコブアルケのような例外を除いて害して低調となり、アメリカが主衆国やイギリスから流入したロックが支持を集めた。 1960年代にはロックに影響を受けたトロピカリア運動が盛んになり、カエターノベローゾ、ジルベルトジル、ガルコスタ、ムタンチスラが活躍した。トロピカズモとは距離を置いたところでも、ブラジルのポピュラー音楽は発展し、サンバロックのジョルジ・ベンが活躍した。1970年代にはムジカ・ポプラール・ブラジレーラが人気を集め、ミルトン・ナシメントや、 イヴァン・リンスが活躍する一方で、アフリカ系アメリカ人の音楽も流入し、ファンクに影響を受けた、バンダ・ブラック、リオや、ベベートなどが活躍した。1980年代にはロックがさらに若者の、心をつかんだ。軍事政権時代にはテレビが発達し、大衆の最大の娯楽となった。スポーツにおいては、1970年に、メキシコで開催された。 FIFA ワールドカップでは、軍事政権はメキシコからの衛星中継に予算を、惜しまず、ペレの大活躍もあって代表チームは3度目の優勝を遂げ、ジュールリメイハイを永久保持できたことは、不安定な国情の中、明るいニュースとなった。新たに誕生したサルネー政権は、軍政期に人権侵害に関わった軍人に特権が、認められるなど完全ではないものの21年ぶりに、 誕生した文民政権であり、大きな期待を持って迎えられたが、社会改革や経済政策の面では、不十分な成果しか残せず、進む、インフレ対策のためのデノミネーションが行われた。1988年に新憲法が制定され、インディオの権利の保護、人種差別の禁止、非識者の選挙権が認められた民主的な憲法が、新たな憲法となった。 外交面では、ジョゼ・サルネー大統領は1986年7月に、アルゼンチンのラウル・アルフォンシン大統領と、アルゼンチン・ブラジル統合議定書に調印し、両国の長年にわたる敵対関係に終止符が打たれた。また、1987年には、キューバとの国交回復が実現した。中東のイラニイラーク戦争ではイラクを支持し、 サッダームフセイン政権への兵器輸出が行われた。軍事政権期以来、国家主導でアマゾンの開発が進められていたが、このような開発運動はガリンペーロと呼ばれる武法者の集団をアマゾンに招き入れる結果となり、乱開発が行われた。乱開発の結果、熱帯雨林の乱伐や、 それに伴うアマゾンの砂漠化が進み、そのような乱開発に反対していたシコメンデスは1988年に開発を推進していた集団の手先によって暗殺された。1989年9月にはアマゾンに領土を有する南米諸国によりアマゾン条約が締結された。 サルネー政権の末期には腐敗した政治が向上化し、経済の混乱とともにサルネーは大きく評価を落として退陣した。1989年の大統領選挙により、1990年に国家再検討からフェルナンド・コーロルが大統領に就任した。コーロル政権は内政では新自由主義的な政策の下で赤字公社の民営化政策を進めたが、 インフレ対処のための経済政策に失敗し、さらにコーロル自身の数々の気候や汚職のために1992年に罷免された。しかし、アルゼンチンとの非核化協定を結び、また、1991年3月にアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイとともに、アスニシオン条約を締結して、メルコスールの設立が宣言されるなど、外交面での成功は大きかった。 急激に進むインフレコーロル罷免のため、1992年12月に、副大統領のいたまるフランコが、大統領に昇格したが、コーロル時代のインフレは、悪性のハイパーインフレとなり、1992年のインフレ率は1149%を記録した。このため、フランコ政権では、経済省のフェルナンド・エンリケ・カルドーゾによって、レアル計画が推進され、 1994年7月には、通貨がクルゼーロからレアルに置換された。この政策は功を奏し、後のカルドーゾ政権の下で、インフレが克服されるための布石となった。しかし、社会問題の解消は進まず、1993年7月には、警官によって、リオデジャネイロのストリートチルドレン8人が射殺される。 事件が起き、この問題の根深さがあらわになった。1994年の大統領選挙では保守派と結んだ、ブラジル社会民主党のフェルナンド・エンリケ・カルドーゾが勝利し、1995年に大統領に就任した。内政ではかつて従属論の研究者だったカルドーゾは、新自由主義者となっており、 ネオリベラル的な民営化政策を推進し、リオドセ社などが民営化された。カルドーゾは金融政策に成功し、1997年にはインフレはほぼ完全に沈静化した。この功績によりカルドーゾは1998年に再選されたが、翌1999年にはアジア通貨危機から発したブラジル通貨危機によって、ブラジル経済は再び停滞した。 また、カルドー女政権期には、軍事政権以来の所得格差を背景にした、ストリートチルドレンの問題や、治安の壊滅的な悪化など多くの社会問題が、表出した。1996年には、土地なし農民の運動が結成された。外交では、1995年1月には、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの4カ国によって、 南米南部共同市場が正式に発足した。メルコスールの設立と発展に尽力したルーラ、サルネー、キルチネル、アルフォンシン。20年目の会合。2002年の大統領選挙により、既存の共産党やトロツキスト政党と連立を結んだ労働者党から、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバが大統領に就任した。北東部の極貧村の出身から、 サンパウロの自動車労組活動家、政治家に転身したルーラは、ブラジル史上初の労働者大統領となり、就任直後に貧困対策をパッケージ化した、キガゼロ計画を打ち出したが、企業に対する国有化政策や、土地なし農民の運動に対する急速な農地分配などの社会主義的な政策は行わず、穏健な中道左派政権となった。PT 政権は、 高い国民支持率を背景に積極的な政策を実現したが2005年に与党労働者党の汚職が発覚するとルーラ政権には大きなダメージとなった外交ではルーラは2003年に世界社会フォーラムと世界経済フォーラムに立て続けに出席し反グローバリゼーション運動とグローバリゼーションを共に重視する姿勢を打ち出したルーラ時代には メルコスール発足の影響もあり、アメリカ合衆国主導の米州、自由貿易地域構想は破綻した。ルーラ時代の2003年に、躍進する経済を背景にブラジルは、ロシア、中華人民共和国、インドと共に成長しつつある、新興諸国ブリックスの一角たる世界の大国として、認められ、国際社会の新たな舞台に躍り出た。 2006年の大統領選挙で、労働者党のルーラは、ブラジル社会民主党のジェラルド・アルキミンに、僅差で勝利し、第二次、ルーラ政権が成立した。外交では、2007年に、南米諸国連合が発足した。2011年には、共和制が始まって以来、初の女性大統領であるジルマールセフが就任した。2014年に、FIFA ワールドカップが、 ブラジルで開催された。2016年にルセフは弾劾され、副大統領であるミシェル・テメルが大統領に就任した。同年、リオデジャネイロオリンピック開催。ありがとうございます。